フェナ .js は JavaScript で作られたオープンソースの JavaScript ゲームエンジンである。フェナ .js は JavaScript を用いたゲーム制作向けの Web アプリケーションフレームワークである。HTML5 に対応しており、JavaScript が動作するブラウザであれば、本、ゲームエンジンで作られたプログラムを実行することができる。アイデアを即座に形にできる初心者でも、 手軽にゲームを開発できるをコンセプトに開発されている。JavaScript でゲームを作る際に共通して用いられる主要な処理を代行させることができる。基本的には HTML5 のキャンバスの機能を用いて描画などの処理を行っている。また、国産かつオープンソースで Twitter でハッシュタグフェナ JS をつけてつぶやいたり GitHub でインシューや プルリクエストを送信することで、フェナ JS の開発に参加することができる。ブラウザ上で動作するため、PC とスマートフォンの別を問わず動作する。フェナ JS の開発者は、フロントエンドゲームエンジニアのファイ j p である。また、フェナ JS の開発は、ファイ j p 以外にも多数のコントリビューターが参加している。フェナ JS は、スラック、ジター、 GitHub、Twitter などで、ユーザーやコントリビューターが活動している。2016年、技術系アドベントキャランダーの一つとして、FENA.js アドベントカレンダー2016が開催され、10ユーザーから22件の投稿が寄せられた。FENA.js は、t u m u l i b j s という全身のライブラリーの後継にあたる。t u m u l i b j s は、FENA.js と、 同じく JavaScript のゲームエンジンであり、FENA.js は Toomlib.js の開発で得られた反省点を活かして開発が進められている。また Toomlib.js も Toomlib という前身のライブラリーの光景である。下に行くほど古いバージョンを示している。以下の製品、サイトで FENA.js が採用されている。ありがとうございます。